J1 サガン鳥栖は15日、佐賀、鳥栖市内で練習し、湘南ベルマーレとの18日ホーム開幕戦、エキスタへ備えた。フィジカル強化や実戦形式練習などをこなして、主将の MF 藤田直之35が取材対応。相手の FIFA ワールドカップ W 杯カタール大会の日本代表 FW 町のシュート23を封じての勝利を誓ったエース封じで湘南から4戦ぶりのリーグ戦勝利を目指す21年は開幕戦で対戦して勝利したが2戦目は町野に決められて1対1のドロー。昨季も第2節で対戦して町野の得点で追いつかれて 1-1 で引き分けた。第33節は、町野の2得点などで0対3の完敗を喫した。特に、直近2シーズンは町野に4得点を許し、苦しめられた、天敵と言える存在に対して、藤田主将は、チームのエースが点を入れると勢いづく。しっかり警戒したい、と、ボランチとして責務を果たす覚悟。対湘南には、ハードワークで上回って、勝ち点3を取りたい、と意気込んだ。河合健太監督41も町野選手は警戒する。点を入れられているんで、素晴らしいストライカー、一番気をつけたいと話し、キーポイントに掲げる相手エースを波に乗らせないつもりだ。沖縄キャンプでは、川崎フロンターレとの練習試合で4戦計11失点を喫した。だが、川崎 F 戦後、守備バランスに手こ入れを行った。手応え十分で最終ラインは安定したと河合監督。湘南戦へはさらなる守備精度向上を図り、町野ら攻撃陣の高速カウンターの芽を摘む、菊川光一。